で2ヶ月間でどこも契約ができなかったらもうサッカーやめようって、クラブチームがそこら中にあるっていうのを、あっちに行ってから知ったんですけど、スポルトワンデフトールをそれは取材してなかったですね。どの選手にも必ずやってくる現役引退の時、今振り返ってその時何に困りどんな心境でいたのか、そこからどのように立ち上がり今の成功があるのか、そこには一人一人違うストーリーがあると考えています。今年現役を引退する選手やすでに引退してキャリア形成に悩んでいるアスリートに対し、さまざまなアスリートをゲストにお迎えして次の一歩について真剣に考えるネクストキャリア TV フォーアスリート。皆さんこんにちは、ナビゲーターの田中大輝です。さあ今回は日本営業大学受講生、現役で学んでらっしゃいます神場優斗さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おしゃれですね。いえいえいえ、ちょっと今日はそうしようかなっていう時代だったんで、カメラが3台前にありますからね。そういう今はお仕事はされてますか？はい、今は、日本営業大学で、紹介していただきました、クローバー出版という会社 で、出版社に就職されている。はい、出版社になりますね。一方でまだ日本営業大学でも学んでいる。そうですね。そうですか、はい、何期生になりますか？2期生になります。ただ今も受講しているので、4期生としてまたそうなんですか、はい、学ぶことになると思います。結構長く学び続けようという。そうですね、はい。それどうしてですか？どうして、やっぱりそれこそ学ぶのは止めちゃいけないっていうのは、はい、学びを止めるなと、はい、大事だと思うので、はいはい、サッカーもそうだと思うんですけども、ずっと多分プレーしていくとこう一生向上心は多分大事だと思うんで、学びもそうだと思うので、はい、ずっと多分学びながらも働きながら学ぶって形ですね。そうですか、はい。今おいくつ？27歳、はい、ちょっと経歴を教えていただけますか？はい、経歴、スポーツの方でも、ね、はい、サッカーをやってます、ね。サッカーは、ですね、5歳の時から、はい、始めまして、小中高と、中学校はクラブチー ム、で高校は高校サッカ ー、で高校卒業後ドイツに3年間。でサッカーでドイツに行ったんですか？そうですね、サッカーで、はい。そのまま大学とか J とか、行こうと思わず、大学は、一応一度考えたんですけども、強豪のサッカー大学に入れなかったので、サッカーがしたかったがために大学に来たかったんで、ちょっとそこが叶わなかったんで、別に大学に行く必要もないなっていうマインドになりまして、海外でサッカーしようかなって思いまして、ドイツにサッカーを求めて。そうですね、はい、もうサッカーのみですね、はい。そこのつてとか、そこの何て言うんですか、チームの選び方とか場所の選び方ってどうやって判断したんですか？正直ですね、僕ちょっとまだ古い考えなんですけども、サッカーって言ったらやっぱりブラジルが一番強いっていう、僕の幼少期ですと、もうブラジルが一番、キングカズさんが行きね、さまざまな方がブラジル行ってますよね、はい。なのでブラジルに行こうと思ったんですよね、最初は、はいはい。ただブラジルに、ブラジルワールドカップが、ちょうど僕行くタイミングで被ってしまって、コネクションでブラジルに行こうと思ったんですけども、相手方がちょっと今ワールドカップでお祭り騒ぎだから、君なんかやってる雇ってる場合じゃないっていう、もう受け入れる体制じゃないからって言って、もうちょっと待ってくれって言ったんですけど、僕本当にそのワールドカップ多分5月だったんですけど、4月にどうしても行きたくて、そこに照準合わせて体も仕上げてたんで、それがなくなったんで3月1日ですかね、それが破談になって、さあどうしようってなって、もう提案ワイヤーで自分一つスマホでずっと、もうどうしようかなって、違う国探そうかなって思って、自分の手で、漠然となんですけど、強い国って言ったらスペインとあとドイツ、その次、で、ビザが取りやすいところがたまたまドイツだったっていうだけで、もう3月31日には、まとめて4月1日には飛んでましたね。当ては？当てはなしで、なし、はい、旅行会社に、語学学校と、宿舎だけを取ってもらって、はい、行って、そこで何ていうんですか、僕2ヶ月で帰る便 も用意してて、チケット、はい、で2ヶ月間でどこも契約ができなかったらもうサッカーやめようって
それぐらい、まあ、覚悟を持って行きました。へ、はい、その2ヶ月間で見事チームを引き当てたんですか、射止めたんですか。そうですね、本当に無謀だったんで、若いから無謀だったんですけども、はい、本当にただ歩いてクラブを探そうと思ったんですよ。どこの町なんですか、ドイツの。ドイツのフランクフルトっていうあの町でして、はい、本当にそこの片田舎っていうか、まあ日本でいう と、フランクフルトって結構大きい、まあ、東京じゃないですけど、まあ、そうですよね、空港もハブ空港っていうか大きいですよね。そうなんですよ、まあ、なのでどこにでも行けるので、僕が住んでたところっていうと渋谷が、まあ、フランクフルトだとしたら、はい、中目黒みたいな、ちょっともう2駅ぐらいのところで、すごいいい立地のところで住んでたんですけど、だいたいドイツって一つの町クラ、ちっちゃい、まあ、地域で、一つのクラブが絶対あるんで、だいたいどのくらいあるんですかね、5000とか1万とか、多分5000、1万、結構もう本当に数が日本と比較にならない、じゃあもう本当に自治体ごとにあるんですね。そうですね、もう本当にクラブチームがそこら中にあるっていうのを、まあ、あっちに行ってから知ったんですけど、まあ、確かに中目黒にはなさそうですよね日本だと、はい、ないんですけど、はい、本当にもう一つの駅に一つあるぐらいのイメージですね、あって、まあ、最初は歩いて地元のクラブ探そうって言って、まあ、マップで、人工芝あの緑色になってるところを目がけて、マップみたいな地図で、はい、人工芝が見えたらそこだと、見えるところに行こうっていう、日本営業大学には面白いと思いますねだいぶもうチャレンジャーですね。チャレンジャーまあ、聞こえはいいかもしれないですけど、チャレンジャー。ちなみに親は何て言ってたんですか、その時は。そう、もう大学に行かない時点で、うん、もう諦めてたっていうか、半ばもう諦めで、まあ、もう自分の自由に行きなさいという形で、うん、まあ、気持ちよく送り出してくれたんで、そうですか、はい、もうそういう、なんていうんですかね、否定はしなかった。否定はなくて、うん、はい、何も、そうですね、僕に関しては、そうですね、もうみんなサポートしてくれた、まあ、友達も含めてですけど、送り出してくださったんで、はい、うん、じゃあその町で各芝生を探し求めては、て、まあ、ピンポンじゃないけどノックして、はい、一番最初のクラブと運よく、はい、契約ができたんですけど、そこのクラブと、まあ、接点最初いただいて、自分から声かけて、うん、はい、契約までに至ったんですけど、他にも、2クラブ、全部で3クラブとお話しいただいて、うん、結局一番最初の自分の家の近くのクラブの監督さんが、まあ、喋れない、僕は全く喋れない若造 をこれちょっと面倒見てくれる感じ のスタンスだったので、あ、ここにしようと決めて、うん、本当アマチュアなんですけども、ドイツの7部リーグ、7部、はい、と契約させていただきました。はい、ドイツの7部リーグは日本でいうとどれぐらいのレベルになるんですか。それこそ、うん、地域、まあ、僕神奈川県出身なので、はい、神奈川県の大体、まあ、一部とか、神奈川一部の二部とか、そこぐらいのレベル感ですね、うん、でも、まあ、はい、地域ではレベル高いですね。そうですね、さすがですね、はい、それは、お給料出るんですか。クラブ、ドイツ の、 給料形式は面白くてですね、はい、ドイツって11部まであるんですけども、はい、11部まで、全員1部ってブンデスですか。ブンデスリーガです。全部つながってるんですけども、11部まで お給料出ます。へえ、それがなんか面白い構造でして、僕もちょっとドイツ語で聞き取ったので完全な理解かわからないんですけども、はい、会社が、税金を払う、なんか一部の税金を払う際に、国に払うか、それともドイツの、まあ、どこでもいいんですけどクラブに払うか選べるっていう、なんか仕組みがありまして、じゃあなんかサッカー納税みたいな、ふるさと納税のサッカー版みたいなのある。そうなんですよ。なので、それだったら国に払うぐらいだったら、まあ、国も払うんですけども、サッカークラブに還元しようっていう、もうなんか文化がサッカー文化、すごいですね。なんで、うちのその一番最初のクラブもフラポっていうドイツの、航空会社の、うん、企業がスポンサーだったんで、もう大きい企業がついてたんで、そこからのちょっとの支援と、あとはアマチュアでも入場料があるんですよ。ちゃんと試合に、はい、チケットを、チケットは、はい、700円ぐらいですかね、 7.5 ユーロとかだったんで、700円とか800円ぐらいなんですけど、アマチュアでもそういう収入が入ってきてですね、そこからこう選手に分配されるっていう形なんで、
正直まあバイトぐらいの給料ですけども、うん、お金がもらえるっていう感覚を味わえたのが良かったですね。すごく。スポルトワンデフトーレをそれまで取材してなかったですね。それはちょっと、そうですか。へえ、じゃあ2ヶ月の期限を持っていったけれども、まあ、延命したというか、はい、見事にまあ成功したということですね。そうですね。